皆さんこんにちは、ザキオです。コロナウイルス大変ですよね。マスクをしてお送りしていきたいと思います。コロナの影響でですね、ちょっと考えてた大型企画がかなり遅れてしまったんですけど、ついに品物が中国から届き始めたので、ご紹介していきたいと思います。紹介したいのは、じゃじゃん、紹介したいのはこれです。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー、キャンピングカーに使う用の、大容量の、リチウムイオンバッテリーです。ブランドがここに CALB って書いてるんですけど、何の略かはここに載せときます。チャイナアビエーションリチウムイオンバッテリーかな、わかんないけど、中国製のバッテリーです。で、これ一つが 3.2V で、400Aの容量があります。で、これを4つ買ってますんで、3.2×4 で 12.8、 まあフル充電になると 3.6V ぐらいまで上がるらしいんで、そうすると 14.4V ですか、の 400Aなので、計算すると大体 5.12kW のサブバッテリーシステムを作ろうと思っています。で、必要なのはこのバッテリーの他に充電器だとか、走行充電の充電器と、あとなんていうか発電機から充電するような充電器とか、あとこのバッテリーをコントロールするための BMS バッテリーマネジメントシステム、まあそれ使う使わないはいろんなやり方があるんですけど、そういうのが必要なんで、まだ届いてないものが結構、ほんとコロナの影響で60日ぐらい、1月の半ばぐらいに買ったものがまだ届いてない状況ではあるんですけど、一応バッテリーの方は届きました。で、今日はこれを4つこうデンデンデンって4列に並べるわけなんで、そのバッテリーのケースを今日は作りたいと思います。このバッテリーは一度抜けといて、使うのはこの子たちです。もう簡単ですね。サブバッテリーのとこなんてそんな見えないので、ホームセンターに売ってるコンパネを、指定の長さで切ってもらいました。で、これが蓋用のやつなんで、これは今日置いといて、これが、底になります。で、こうかな、こうなって、はい、というわけで苦節2時間箱が完成しました。かなり精度よく、ここの面とかも真っ平らにできましたね。リバホームさん、正確に切っていただいてありがとうございます。で、これがバッテリーボックスになるので、これをよいしょ、このバッテリーですね、1個ちょっと4セル入れるのは今は勘弁してって感じなんで、で、こうよいしょよいしょ、あと3つ入って、まあ大きさが完全に同じになるかな。ちょっとこのメジャーで、この電池のコマの幅は、まあ1回も測ったんだけど、ちょうど70ミリか71ミリかそんぐらいなんですね。で、ここの間が、まあ、見えないと思うけど、これ完全に完璧に 285mm なんで、4つ並べるとまあぴったりで、こっちの長い方の幅はこのバッテリーの幅よりちょっと 5mm ほどゆとりを持ったんで、ちょっとカタカタするけど、ここはまあプチプチを入れるのかそのままなのか、ちょっとこれから考えるとして、とりあえずこのバッテリーボックスができました。
皆さんこんにちは、ザキオです。マスクをしたまま失礼します。今回ですね、キャンピングカーのサブバッテリーを今までのディープサイクルバッテリーから、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー交換したので、ご紹介したいと思います。で、ちょっと作業しながら撮ろうと最初は思ってたんですけど、とてもとても大変で、結局12時間ぐらいずっとやってたんで、もう途中で撮るのめんどくさくなっちゃって、出来上がったところをご紹介します。今までのサブバッテリー 105 アンペアが2個ついてたんだけど、だからトータルで言うとだいたい 2.2 キロワットぐらいの電気が使えるはずだったんですけど、もうディープサイクルバッテリーへたりまくりで、この車でどっかでお出かけ行っても、もう電気が一晩持たないような状況だったんで、すごい なんかバッテリーが切れちゃった後発電機回すか、発電機が回せない環境だともう真っ暗で真っ寒い中で車中泊するようなこともあったんですけど、今回それを改善しました。で、ご覧いただきたいと思います。でまずこっち来て、蓋を、この蓋がまずここがキャンピングカーの床の高さ、ここです。で、元々のバッテリーはこの床下に収まってたんですけど、バッテリーの高さがあるもんでちょっと上に出っ張ってしまったんで、ここを新たに足をつけて補強して、同じ蓋を使ってます。はい、というわけで、この後ろにあったこのサブバッテリーシステムのサブバッテリー2個取り外しました。こちらです。今までお疲れ様でした。で、こっちが新しい方のリチウムイオンバッテリーです。リン酸鉄バッテリー、リチウムイオンって言いますね、新しいバッテリーって言います。で、このパワータイトが、これまでのサブバッテリーの充電なんですけど、これよく見るとここに出力電流22アンペアで、電圧が最大14ボルト、ディップスイッチによって最大 14.4 ボルトってなってるんで、まあ4セルだと 3.6 ボルトになるので、一応こいつも充電器として使えると思うんで、新しい、まあ、充電器は大陸からまだ届かないので、届くまでの間これでやろうと思います。で、これの電源はね、見えづらいけど、ここですね。これが 100V のコンセントです。これ。ここに刺さります。で、まあ家庭用の発電機動いてるときはここから 100V が出てきて充電されるっていう仕組みですね。でも今度ちょっとバッテリーが大きいので、もう一回はい、このように外しました。またちょっとバッテリーを設置した後でとりあえずつなぎだけど使おうと思います。よいしょ。で、この蓋開けます。はい、これは俺が取ろうかな。はい、これがサブバッテリーの前景ですね、なります。で、まあ構造自体はそんなに難しいもんではないんです。大事なのは3つあって、このバッテリー本体と、あとこれが BMS と、充電器、これだけに収まってます。で、一個一個詳しく見ていくと、まずバッテリーがここに4つあります。それぞれが、3.2 ボルト、容量が400アンペアで、容量的には 3.2 ボルト ×4 直列で 12.8 ボルト ×400 アンペアなんで、容量はだいたい 5.12 キロワット
ートアワーになります。かなりな大容量ですね。もう電気の心配いらないぐらいだと思います。で2つ目はこちらですね、BMS です。 BMS はバッテリーマネージメントシステムの略ですね。充電放電を、全て司るのがこのパーツです。で、だいたい値段的には僕はこのバッテリー型業者さんから同じく同梱で送ってもらって確か54ドルぐらい6000円ぐらいだったと思います。でこいつがもう充放電を担ってます。でリチウムイオンバッテリー使うときは必ずバッテリー側の方にこれが僕たちが意識しなくてもついてるもんです。スマホのバッテリーとかにも必ずこれはついてますね。でこれは別で売ってる汎用タイプです。ここに見えるかな書いてますけど、150アンペアまで4セル150アンペアまでの出力が入出力が可能になってます。150アンペアっていうことはだいたい2000ワットぐらいまで1980ワットぐらいまでかな、このボードで対応します。あとですね、この BMS はスマート BMS って言ってこれが Bluetooth のデバイスなんですね。で Bluetooth でこのデータを飛ばしてそれをスマホで充電状況を見れます。でこのように見えるかな、今こっちがチャージで、右側がディスチャージ放電なんですけど今はソーラーのみの充電で約1アンペアだけ充電してます。日中だと今は100ワットのパネルが1個しかついてないんですけど日中だと5アンペアぐらいの充電電流が確保できてます。であとセルの電圧も分かりますね。今 3.3 ボルトでだいたい揃ってますよね。1000分の9ミリボルト違う1000分の9ボルトか1ミリボルトぐらいのズレはあるけどもだいたい 3.308、3.304、3.307、3.313 と、4つの電圧が揃ってる。こういうのが、スマホで見れます。もちろん残量も見れるんでどんくらい使ったかっていうのは一目瞭然で見れますね。はい。で例えばここで、ね、今エンジンかけるとかけてみますこれで今エンジンかけると今はまだ1アンペアちょっとね何秒か入力が決まった電流が何秒間か流れないとスタートしない。今変わりましたね、アイドリングの状態で15アンペア200ワット充電してます。はい。これを見れるのがねかなりいい感じです。でもちろんいろんなプロテクションもあって過放電とか過充電とかあとこのセル電圧を測るいつもこれはもうずっと24時間365日ずっと測定してるんで指定した電圧に達したら充電を止めたりとかで逆に過放電指定した電圧を下回ったらもうバッテリーをオフるとかそういうかいろんな保護モードもついてます。はい。でまあでこのこれなんていうのシャオシャングっていうものかな、このソフトは一応有料で730円取られますけどいろんなこういうバッテリーによって各セッティングがここでできるのでこれはおすすめですね。このアプリとこのBMS は必須だと思います。まあ必須でもないのかな、なくてやってる人いますからね。
はい。で、3つ目がこの、走行充電器ですね。サブバッテリーの充電方法については本当ちょっといろいろ悩んで自分でもたくさん考えたんですけど、とりあえずキャンピングカーリチウムイオンとかで検索すると必ず引っかかるであろう先駆者様のブログがあるんですが、その方はね走行充電器を自作したりとかしてて、僕も自作同じようにしようかなとも迷ったんですが、結局この既製品のビノジーの走行充電器にしました。で、自作のメリットっていうのはやっぱり容量とか電圧電流を自分で汎用のパーツを使うことによって自分で設定できるっていうのがすごい魅力的ではあったんですけど、ちょっとお値段のこととかも考えると既製品とそんなに変わらないかなっていう気がしてきちゃったのと、あとこの充電器の優れたところはオルタネーターからの走行充電器とあとソーラーの充電器が、これ1台2役でセットになってるんですね。なんでこの赤いケーブルはこれソーラーパネルからのケーブルなんですけど、でこの下側には、オルタネーターからのケーブルが来ていて、これ1台で、それをミックスして、充電できるっていうのが一番ちょっとコスト的にもね、ソーラーの充電器も高いやつになると本当2万円ぐらいしちゃいますけど、これ2万5000円なんですけど、ちょっと1台2役で、お得かなっていうことで、これにしました。でこいつの充電電流は、ソーラーとオルタネーターどちらも50アンペアで、ソーラーとオルタネーター両方から入力があるときも2つミックスして最大50アンペアです。で400アンペアのバッテリーを充電するにはちょっと不足気味かなとも考えも、それも考えたんですけど、でもね多分ソーラーパネルをこれからまだ届いてないけど増設したら2、3日でもうちょっとかな3、4日ぐらいで多分満タンになるんじゃないかって計算上ね、そんな気がしたもんで、これにしました。はい、今はソーラーはまだ 100W のパネル、最初に買った時からついて 100W のパネルが1枚しかないんですけど、今ちょっと増量しようと思ってそれも中国からもう購入して今到着待ちなんで、それにしたらエンジンかけてない時も50アンペアぐらい、まあ30、40ぐらい充電してくれれば多分1日発電できるのが3、4時間としてもまあ大丈夫かなと思って、そんなね400アンペアって言っても使わないんで、はい。で使う時は使えば使うほど電圧が落ちていって、電圧が落ちれば落ちるほど、充電電流っていうのは上がるんで、オームの法則でね、満タン近くなって電圧が少なくなればなるほど充電電流が落ちるから、十分かなと思ってこれにしましたね。はい。でこっちにあるのが以前も紹介しましたけど、3000ワットの静電派インバータ、これも中国製バングッドで買いました。これがもうすでに、繋がっています。この走行充電器なんですけど、以前はディープサイクルバッテリーの頃はここに、前にもご紹介した EBL99 という、走行充電器とあとこの車の配電盤がセットになったようなこの機械があったんですけども、今回新しく組むにあたってこの EBL99 は走行充電の機能はもう当然、使わなくなる、配電盤の機能のみとなるので、この EBL99 には、車両側のね、車両のバッテリーから来るこの2本、プラスマイナスオルタネーターから来る2本と、
キャンピングカーのサブバッテリーから来る2本が4本つながってたんですけど、そのうちの車両側から来る2本を外して、で圧着で延長して、まあその時の動画多分ここに差し込むんです、ある撮ったんですけどね。で延長してこの壁をぐるーっと通って、ここにね、見えるかな、ここに配線用の穴があるんですけど、ここをずーっとこう通してここまで持ってきた。はい。で今回走行充電器をなんで後ろにつけたかというと、この充電器から、バッテリーの充電のために出る電線ですね、電気の通り道の電線はできるだけ短くした方が電圧効果が低いので、できるだけこのバッテリーの近くに置きたいと思って走行充電器をここに置きました。はい。他にでケーブルの長さは多分 30-40cm のケーブルで充電まではつながっているはずです。でちょっと見えないんですけど、この走行充電器の下に前からついてたパワータイトの充電器ですね、ちょっと撮ろうかな。でこの車発電機ついてますけど、発電機を、回した時用の充電器がここにあります。これがサブバッテリーの今の箱です。こっちでもガチガチに固定してますけど、こいつが、パワータイトの最初からついてたやつなんですけど、これディップスイッチの切り替えで充電電圧が 13.8V と 14.4V に切り替えれるので、新しくつけたリチウムイオンのバッテリーの充電器としても使えるから、これも使いました。これをつけることによって発電機を回した状態でも充電ができます。よいしょ、やってみます。これ発電機のスイッチです。赤を押して緑と白、白はチョークボタンなんで指導時だけ押しますけど、はい、かかりました。で今これが今ソーラーのみでほぼもう充電してない 0. 何アンペアとかですけど、この発電機の入力が、あ、今もう変わりましたね、18アンペア。はい、このぐらいの電力が発電機から充電されます。素晴らしい。なんでこの車は発電機でも充電できるし、ソーラーからも充電できるし、もちろん走行充電もできるっていうことで、まあ一個一個の充電電流はそんなに高くない、今もこれ18アンペアとか満充電するのに20時間回さなきゃいけないぐらいですけど、でもね、普段の使用状況を考えればさほど不便はないかなと思います。止めます。止めれば当然4ワットみたいな感じですね。はい、これでかかった総額ですけども、バッテリーがだいたい送料込みで14万円で、この EMS が一緒の業者さんから同梱で買って54ドルぐらいだったから6000円ぐらいですね。あとこの走行充電器が、25,000円、合わせて、17万ぐらいですね、17万ぐらいで、400アンペアのリチウムイオンのサブバッテリーが組めたことになります。でなんでまあ日本で同じぐらいの容量のこのサブリチウムイオンのサブバッテリーを買うと多分倍以上、なんか60万とかかかってしまうところもあると思うんですけど、自分で組めばまあ自己責任ではあるものの、
電気ほぼ使い放題みたいな、そんな状況になるかと思います。はい、でそんだけ電気が使えるってなると、やっぱりもう家にいるよりももう車に詰めちゃうみたいなことがとても現実的になってくるので、まあ、最近ねコロナでキャンピングカーが一時的な避難隔離場所とか病院とかで使われてるようなニュースも海外ではありますけど、いざという時のために、備えあれば憂いなしというところで、大容量のバッテリーのご紹介でした。皆さんもご検討されてみてください。こんな絵代わりしない動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録できましたらよろしくお願いいたします。ありがとうございます。